しさですね。うん、はい、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。うまい。美味しい。うん。俺の兄貴の奥さん、うん、本土から嫁いできてくれてるじゃん、沖縄に。うん、めぐみさんね。そう、うん、めぐみ。うん、もう10年ぐらい前の話なんだけど。うんうん。めちゃくちゃパトカーと思うな。俺が兄貴の家っていうか実家に飯食いに行ったわけよ。夕飯食べに行って、でその時俺の母親がゴーヤーチャンプルー作ってくれたわけさ。でまあ兄貴も兄貴の奥さんのめぐみも、うん、俺も親父もお母も一緒に飯食ってたんだけど、そしたらめぐみがゴーヤー食べるたびに「あっゴーヤおいしい」「あっゴーヤいい」「ゴーヤ」ってやるもんだから、うん、あーって、うん、何が言いたいか分かる？イントネーション？そう。うんうんうん。ああ。まあ僕も若かったのかな、もうベタすぎて、うん、うん、沖縄の人が本土の人に注意するのがめちゃくちゃ嫌なんだけど、俺それ、うん、うん、まあその10年前なんで若い僕は、うん、そのイントネーションがね気になってしまって、うん、めぐみさっきから気になってるんだけど、うんゴーヤじゃなくてゴーヤーだからね、そっちが標準語かもしれないけどって注意したら「うん、ああはいはいはいゴーヤーねはい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 やるかお前」みたいなっていうちょっとした冗談のやり取りもあってね、仲いいもんね。まあそうですね、めぐみとね、うん、でまあ飯食っててうまいねってしてて、うん、数分後に俺が喉乾いたもんだからね、うん、テーブルの端にあったコーラ指さして、うん、めぐみに「うん、めぐみごめんコーラ取って」って言ったわけよ、うん、そしたらめぐみが「コーラん何?」って言うから「いやいやコーラ取って」って言ったわけよ、うん、コーラあこれこれ、コーラじゃなくて、コーラだから、これコーラねって言って、コーラ渡されて、うん。ちくしょーってなったね。向こうも同じ気持ちだったんだろうな、うん、うん、やっぱりね、うん、本土の人に注意するときは、やっぱ、自分も何かやり返されるっていう気持ちで注意した方がいい。うん、うん、僕はもうそれを機に、うん、やっぱ本土の方には立てつかないでおこうと思ってマジずっとコーラーはコーラーだと思ってたなぁ、はい、おならした？あ、わかる。うん。ちょっと匂い変えてみたんだ。シャンプーみたいに言わないで。シャンプーじゃないんだけど。コって今日も夜が更けていく。ワンどう今